こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日ですね、アマゾンから、Important Announcement About BW1 というね、メールが来てました。このメールの内容がね、新型コロナウイルスが発生したので、BW1、シドニーの倉庫を閉鎖しますと。で、これ閉鎖ですから、もう中の商品が売れても発送されませんし、このシドニーの倉庫にある商品を他に移すというのももうされません。ですんでね、再開するまではもう、その倉庫に入りっぱなしになるという形になります。まあ、おかげで、このシドニーの倉庫にしか商品が入ってないものを持ってる会員さんには、まあ、数日前からね、なんだか理由わかんないけど、非アクティブになってますという質問が結構来てました。おそらくこれが原因です。これが原因か、これに対策するシステムを組んでたらバグを起こしたのか分かりませんけど、まあ、まずこれが原因であるというのがね、言えます。で、まあ、今、BW1 に商品を送る会員さんね、そのまま送っていい場合と、送らない方がいい場合ありますんでね、それぞれ、まあ、ケースバイケースで対応違いますんで、BW1 に商品を送る予定の会員さんはご相談ください。まあ、これね、非常事態なんで、会員種別に関わらず、マニュアルサポートでも、チャットサポートでも、個別サポートでも、まあ、状況を聞いてね、じゃあそのまま送っちゃいましょうとかね、じゃあそれ設定作り直して、別の倉庫に送りましょうというような形でね、アドバイスします。まあ、コロナ騒動のおかげで、アマゾン、すごい売上急増してるんですけど、まあ、いいことばかりじゃなくてね、まあ、倉庫内に感染者が出て、倉庫が封鎖されたという通知来ました。まあ、これはもう何の対策もしようがないんでね、まあ、早く再開しないかなというのをね、待つしかないんで、まあそんな形で BW1 一時閉鎖中です。対応等についてはまた個別にご相談ください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。